ドラマ「アスナロ白書」で大ブレイクし、1990年代最も視聴率を稼げる俳優と言われた筒井道隆さんですが、以降はテレビで見かけることがかなり少なくなり、2020年に大人気ドラマ「半沢直樹」に出演するまでは干されているのではと言われていました。今回は筒井道隆さんの露出が減っていた理由や驚きの生い立ちなどご紹介したいと思います。筒井道隆さんは1971年3月31日キックボクシングの東洋ミドル級チャンピオンで俳優の風間健さんの長男として生まれました。高校卒業後すぐに芸能事務所に入り、その後ほどなく映画出演の仕事が舞い込み、その作品が1990年デビュー作の映画「バタ足金魚」でした。20歳代は二十歳の約束への出演を皮切りに、アスナロ白書や君といた夏などの恋愛ドラマで主演して脚光を浴びます。一部からはトレンディドラマを代表する俳優の一人、トレンディ俳優の一人と評されました。当時はアイドル的な人気を博したため、若い女性向け雑誌のインタビューやグラビアなどにもたびたび登場していました。20代前半は上記の出演作の役柄の影響から、女性にモテるが優柔不断な男性のイメージを持たれることも多かったようです。しかし20代半ばで王様のレストランなどの三谷幸喜脚本作品に起用されると、作品自体がヒットしたことで、頼りないが憎めないお人よしという役柄も得て、コメディ路線も確立。その後テレビドラマでは警察ものの「ボーダー」「ゴンゾー」「警視庁継続捜査班」などでトラウマを持った人物の心理を表現し、映画では「KT」での自らのルーツに戸惑う韓国人ボディガード、「俺は君のためにこそ死にに行く」での望まない戦争に身を投じる特攻兵などの厚みのある演技を見せました。その反面、デビュー作「バタ足金魚」や映画「ブレスレス」では恋に突っ走る明るい役柄も演じています。2020年のドラマ「半沢直樹」においては、それまでの好青年イメージを大きく覆す悪徳弁護士役を見事に演じきり、 SNS 上などで反響を呼びました。筒井さんの父親は筒井実というお名前で、1944年生まれです。実は若い頃にキックボクシングの元東洋ミドル級チャンピオンに輝き、キックボクシング引退後は芸能界でも活躍し、特撮ドラマ「ロボット刑事の殺人」を担当していた風間健さんなのです。父の実さんがキックボクシングの道に進んだきっかけは、もともと武道の類まれなる才能があったようで、17歳で空手を始めて以降、武術、剣道、柔道、少林寺拳法とさまざまな武道を最高峰の師範から伝授され、その流れでキックボクシングジムに入門。韓国遠征で韓国代表と試合もされており、テコンドー選手権試合では当時のミドル級チャンピオンであるキム選手になんと2ラウンド KO 勝ちされています。その後は本場タイに渡り、キックボクシングの修行を行い、ルンビニースタジアムの試合では日本人初のキックによる KO 勝ちを収め、タイの専門誌の表紙も飾っているのです。さらに「燃えよドラゴン」で有名なアジアを代表する伝説のカンフースターブルース・リーと共にジークンドーの研究もした間柄で、その道では知らない者がいないと言っても過言ではない武道の達人だったのです。筒井さんの名前である道隆は、父親が少林寺拳法の開祖から襲名された総名の風間道隆から取ったのだそうです。そんな父を持つ筒井さんは幼少期を振り返り、日常そのものが厳しい修行のようなことの連続だったと話しています。また両親は2歳下の妹が誕生してから離婚しているそうなのです。一体どんな幼少期を過ごしてきたのかというと、毎朝4時くらいに起こされてランニング、
筋トレをさせられ、それが終わると家の中と庭の掃除をしてから登校していたそうです。そんな家庭の中では笑うことなど一切なく、怒られた記憶しかないと語るほどです。とにかく父親の厳しさから解放されたいという一心で、よく1万円だけもらって一人自転車で1日半かけて名古屋に住む祖母のところに遊びに行っていたそうです。その時間だけが筒井さんにとって唯一の楽しい時間だったのだとか。1日半も自転車を漕ぐのもすごいですが、苦肉の策がそれしかなかったのですね。しかしその経験が後に筒井さんの人生を変えるきっかけになっているのです。そんな厳しい環境で育った筒井さん、もともと高校卒業後はデパートに就職しようと思っていたそうです。ではなぜ芸能界に進んだのでしょうか。実はそこにも父親の影響がありました。筒井さんが高校を卒業するとき、父親から役者か自衛隊へ入隊するか二者択一を迫られたからなんだそうです。筒井さんは父親が怖くて反抗もできず、仕方なく俳優の道を選択したのだとか。そんなネガティブすぎる理由で芸能界へ進むとは本当に珍しいですね。しかし人生捨てたものではありません。事務所に入ってすぐに受けたオーディションで映画バタ足金魚の主役に素人ながら大抜擢され、さらに日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するのです。その後も次々に話題作に出演し、1993年にはアスナロ白書の主役である筧保役で大ブレイク。翌1994年のドラマ君といた夏でも大学4年生の主人公入江浩平役を好演し、トレンディードラマ俳優の一人に名を連ねます。アスナロ白書出演時の人気は凄まじく、共演していた木村拓哉さんや西島秀俊さんですら霞んでしまうほどの勢いでした。また NHK の大河ドラマや朝ドラでも主要キャストで出演するなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったのです。しかし当時の筒井さんはというと、人気絶頂の裏で違う素顔を見せていたと言われているのです。撮影中は何か危機迫る雰囲気で現場に馴染んでいないことも多かったとか。実はそこにも厳しい父親の教えが影響していました。その教えとは、何事も死ぬ気でやらなければならないというもので、その言葉のままに20代は死ぬ気で頑張ったそうです。筒井さんはそこまでの覚悟で仕事に臨んでおり、何をやってもうまくいくという確信もあったとか。そのため自分を追い込むように仕事をし楽しむことは決してなかったという筒井さん。それだけではなく、いつも父親からお前のような人間はと否定されてきたことで、自分の意見を言うことができず、周囲から言われるがまま、がむしゃらに仕事をこなしてきたそうなのです。そんな筒井さんのスタイルと周囲とのギャップはだんだん大きくなり、加えて2枚目のモテ男ばかり演じている自分にも限界を感じていた頃、転機が訪れます。それが三谷幸喜さん脚本のドラマ王様のレストランへの出演でした。この作品で頼りないが憎めないお人よしという役柄を演じ、コメディ路線も確立。人を笑わせることに新たなやりがいを見つけ、さらには現場の皆で楽しみながら作品を作っていくスタイルに触れ、これまでとは正反対の感覚に救われた思いがしたそうです。そこから筒井さんの役者としての幅が広がっていきました。筒井さんは30代を迎えて以降、仕事を選ぶようにしたこともあり、舞台や映画なども増えてきて、テレビ露出が減っていたこともあり、まるで干されているかのように見えていたようです。また露出が減ったのにはもう一つ理由があったようで、幼い頃父親から解放されたいがために乗っていた自転車にはまっていたからだそうなのです。実は現在の筒井さんは国内外問わず数々の自転車レースに出場しており、2013年にはオートルートアルプスというアルプスを1週間かけて
走り抜ける世界で最も過酷と言われる自転車レースにチーム峠として出場し、なんと日本人初の完走をされているのです。完全に趣味の領域を超えており、アスリートと言っても良いレベルです。このように自転車に費やす時間が増えたため、露出が減ってしまっても不思議ではありません。そんな筒井さんは俳優だけではなく自転車関係の仕事のオファーが増え、喜んで受けているそうです。2023年で52歳の筒井さんですが、意外にもこれまで一度も結婚していません。過去には酒井真希さん、田畑智子さん、常盤貴子さん、夏川由衣さんと熱愛が噂されましたが、スクープ写真を撮られたこともなく、皆さん共演者ということで番宣のための噂だったようです。結婚できない、しない理由を本人が語ったことはありませんが、若い頃から父の教えに従いストイックに俳優業に打ち込んできたことで、周りから恋愛に興味がないと思われてしまったのではとも言われています。こうして調べてみると、筒井さんの人生はことごとく厳しい父親の影響を受けているのですね。いかがでしたでしょうか。最近では大ヒットドラマ半沢直樹で悪役の弁護士の原翔太役を演じ、ヒール感たっぷりの演技が新鮮と大きな話題となった筒井道隆さん。今後は再びテレビで筒井さんのお姿が見られる機会が増えそうです。要チェックですね。